ズル入学を受けて、地区けたり PTA が、久人様入学拒否決議。保護者内で、自由な交風が失われると、批判が殺到。皆さん、こんにちは。ごきげんよう。今回取り上げるニュースはこちらです。批判殺到の友人様地区けたり合格報道。今月2月16日に、 日本屈指の難関校である筑波大学附属高校への合格が発表された秋篠宮家の長男、久人様。テレビや新聞などのマスメディアでは、久人様の合格について祝福する報道が相次いでいますが、一方で、ネット上では、数多くの批判の声が上がっているようです。久人様の地区付けたり合格に関して、 批判の声が上がっている理由は主に3つあります。一つは、定傾向進学制度という事実上の裏口入学によって進学を決定されたこと。それから、二つ目には、定傾向進学制度を利用して進学を決定したにもかかわらず、最後まで一般入試で合格したかのように見せかける印象操作の情報工作を行ったこと。 一般入試の試験会場に悠仁さまが現れた姿をテレビメディアが報道しましたが、どうやら事前にのりこ様からリークがあり、さらに会場で悠仁さまの姿をカメラに収めるよう要望があったようです。それから最後に三つ目は悠仁さまが学年トップの成績を収めていたという虚偽の報道を行い、 事実上の裏口入学である定期栄光進学制度を利用しての進学に関して、正当化を行っている点です。久人様の地区付けたり合格について報じるに際して、大手マスコミ各社は、久人様は学年トップクラスの成績などと報じましたが、ARA.、ER、に至っては、小学校時代から久人様の成績は、 学年でもトップクラスとまで報じています。この ARA. の記事は特に悪質で悠仁さまの地付けたり合格発表がなされた同日に話題となった作文コンクールの盗作問題についても次のように擁護しています。のりこさまと学生時代からの友人である女性は嘆いた。悠仁さまが 小学校の時期から、コツコツと努力を続け、勉強を積み上げてきたことは、紛れもない事実です。それこそ中学受験はなさらなかったが、小学生の夏休みも猛勉強をなさっていたと聞いています。中学生になってからは、さらに、熱心に机に向かっておられた。人捨てに聞いたような噂話をもとに、 裏口入学、特別待遇、などと報じて一生懸命に努力する子供を貶める行為がなぜ許されるのか。相手が皇族だからと言って、子供を寄ってたかって攻撃して良いわけではない。批判する方はそうした行為をご自身のお子さんがされても平気なのでしょうか。そうした点を少し、 考えてほしいと感じます。久人様のズル入学は許せないという声も、それを批判するのはかわいそうだなどと,という感情論で擁護するのは、あまりにも的外れな論点そらしであるように思えます。実際、この記事が掲載されたニュースサイトのコメント欄には、次のような厳しい批判意見が書き込まれています。この2、3日の間に、 盗作のことを告示文章と表現するようになったらしい。こうやって言葉をすり替えて問題を曖昧にするやり方で責任逃れをするのが流行っているのだろうか。募ってはいるが、募集はしていないと言っていた人を思い出した。中学生の子供に責任を追求するのは酷だと思うが、問題の作文でコンクールに応募し、 加作を受賞したとは、どういうことだろう。他人の文章をアレンジしないと書けないのなら、文章を書くのが好きではないのに無理して頑張ったのかもしれない。周囲に、彼を本当に大切にしてくれる大人はいないのだろうか。参考ではなく、ほとんど同じ文章、そして、引用ではなく、ところどころ言い回しを変えている。 むっかりではなく分かってやっていたように感じる。なぜ、こういうことになったのか国民を、平等に分け隔てなく慈しむ立場になる方が、こういうことをしてまでコンクールに出て、競争をするとか、偏差値を気にしながら学習するということが、本当に必要なのだろうかこのように、多くの国民から批判が殺到している久人様。 この作文の盗作問題は自業自得であるにしても、ヌ子様の久人様を、初の東大出身天皇にする、という野心のために、地区付けたりに入学させられ、そのことで批判を浴びているというのは、少々かわいそうかもしれないですね。ただ、仮に、久人様に、いくらか同情する面があるにしても、久人様の地区付けたり入学により、 現実的に被害を受ける人々もいます。それは、地区付けたりの在校生と、その保護者たちです。筑波大学附属高校は、自由な校風で知られていますが、久人様が入学することで、そうした校風が失われるのではないかと懸念する声も上がっているようです。女性セブン、2022年3月3日号は、 自由な校風に憧れて、第一志望にしました。でも、もし、久人様が、同級生となったら、警備の都合などで窮屈になるのかなそうだとしたら、残念で仕方ありませんという、地区付けたり受験生の保護者の声を紹介しています。地区付けたり PTA で、久人様入学拒否決議。また、在校生の保護者の多くは、 久人様のズル入学に関して、大変な怒りを覚えているようです。なんと、久人様の合格発表の直後には、チクツケタの PTA で、久人様の入学拒否決議まで行われたそうです。現在、チクツケタ生の保護者の多くが、久人様のズル入学に激怒しているようですね。保護者の中には、我が子をチクに入学させるために、 と、非常に高額な進学塾に通わせて、必死の思いで、受験のサポートをした方も多いですから、皇族として生まれたというだけで、何の苦労も、努力もなしに入学する久人様には、強い不快感を抱いているようです。実際、久人様の地区付けたり合格が発表された直後に行われた PTA の会合では、 ひさひとさまを入学させるべきではないとして、ひさひとさま入学拒否決議まで行われたようで、ひさひとさま入学拒否に賛成が圧倒的多数で可決されたようです。こうした決議には、拘束力はないようですが、それでも、しくつけた理性の保護者らは、 悠仁様の入学を歓迎していませんというせめてもの意思表示をしたかったということでしょう。国民から批判され、蓄付けた理財構成や、その保護者からも嫌われ、そこまでして獲得する学歴に果たして、それほどの価値があるのでしょうか皆さんは、こうした悠仁様の裏口入学や、作文の盗作疑惑について、どう思いますかまた、 こうしたズルばかり繰り返して、悠仁さまは優秀だとアピールしようとするのりこ様の方針について、どのように感じましたか友人の裏口入学のお金は、国民からの税金で成り立っています。コロナ禍の中、倒産する企業も多く失業する人たちも大勢います。それでも、私たち国民は、納税をしなければなりません。 北朝鮮人キコは、その国民が、大変な思いをして払っている、税金をあぶく銭のように使っているのです。自分では、一円も稼ぐ能力がないのに。キコのやっていること、すべてが北朝鮮のやり方なのです。ミサイル発射の将軍様にそっくり。本日も、最後まで動画を見ていただき、ありがとうございました。また、 皆さんに感じたこと意見などをコメントしていっていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では、次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。